シャキッと目覚めました。心も頭も整理しましょう。たまにはちょっと大胆なものも。情けないお姉ちゃんだけど、せめて一生懸命果たすから。 誰かの声が聞きたい気分ですね。心さん、繋がらない。もしもし、レイちゃん？ごめんな。あれからいろいろと考えたんやけど、レイちゃんとは 少しの間一緒に行動しようって決めたやろ。もしよかったら、これからもレイちゃんと一緒にいてもええかな。私は構いませんけど。ほんま？よかった。まあ、嫌って言われても勝手についていくけどな。探し回っても見つけられんかったあの女に、 レイちゃんと一緒にいたら会えたんや。そんなのただの偶然ですよ。それでもええんや。偶然でも運でも神頼みでも悪魔でもなんでも使ったる。アナムネシスに復讐できるんやったらな。まあそういうわけやから、また天国でうちと握手や。 握手？新たな試練を追加しておいたから、その連絡じゃ準備ができたら来るがいい。それと心からの希望で、心のイデアも未来の蘇りに使ってほしいとのことじゃ。 返品は受け付けん。受け取るがいい。私は逃げない。 前へ。
ご入り用は何? まいど! またのご利用をお待ちしているよ! ふっ、はっ魅力的な話引っ込んでて目障りで貫け! Hey!
やった！引っ込んでて！この一撃で沈んで！羽を、うがて！